体操の世界選手権で金メダルを獲得した富士市出身の芦川うらら選手が SBS 静岡新聞社を訪れ喜びを報告しました。今日午前、大会結果の報告で SBS 静岡新聞社を訪れた芦川選手。先月24日に行われた体操世界選手権種目別女子平均台で、この種目日本勢としては実に67年ぶりとなる金メダルを獲得しました。オリンピック世界選手権という重圧から解き放たれ、花束を受け取ると笑顔を見せました。オリンピックの時には出し切れなかった自分の演技をやっと、完璧ではないんですけど出し切ることができて、自分の中では達成感がありました。3年後のパリオリンピックを目指す芦川選手は来年4月から日本体育大学に進学します。